富士ビントリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。FM ジミーツリーサポーテッドバイリード DJ ドラゴンです。どうも佐々木様です。はい、今週も始まりました、はい、ね、第3週目ですね。3週目といえばあのやつですよ。そうですよ、はい、アナログ特集。そう、アナログ特集です。イエイ、なんかもう定番してきたね、今年から始まったこれ ねあのアナログ特集なんですけども、はい、まああのこのお断りはどこにあるのかってとこあるんだけど、私たち的にあるだけでねあのアナログ音源でお届けすると、しかも7インチに限定しているという、ね、ね、はい、そういうですね、今日はね特集を行います、はい、テーマはなんとあの人、ビートルズのあの偉大な、ね、ソングライター。そうだって、ジョン・レノンさんをやってよ。そうですよ、やらないわけにいかないよねっていうことだったんだよね結論ね、うん、ジョン・レノンの相方とは言いませんけどもね、はい、ポール・マッカートニーですね。ちょっと特集するということなので楽しみにしててください。楽しみです。はい、はい、さあ FM GB3 サポーテッドバイリード、DJ ドラゴン、そして、佐々木修さんに関する質問ご意見ご要望などなど B3 のホームページから送ってください。はい、そしてリクエストテーマ決まっております。こちらですね、はい、どこよりも早いクリスマスソング特集。はい、そして、来月のテーマは、はい、これ今年一番聴いた曲なんなのよということでね、はい、お待ちしております。はい、それでは早速ですね、1曲、はいはい、何にしますか。アナログでいこうと思うんです。そうですね、はい、アナログで、林さん早速、はい、そうです。やっぱこれじゃないですか、クリスマスからいっちゃいますか。そうですね、まずは、はい、ね、あのやっぱりあのこのリクエスト特集 そうですこれ、はい、もうどこよりも早いお題に沿って、はい、クリスマスソングということで、では曲紹介お願いいたします。はい、ではポール・マッカートニーで「ワンダフル・クリスマス・タイム」です。The moon is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Simply having a
送りしたのはですね、こちらポール・マッカートニーでワンダフルクリスマスタイムでした。はい、7インチの貴重な音源でお届けしました、うん、手元にはなんとですね、はい、林さんの秘蔵の初めて見ました、これ、ね、ワンダフルクリスマスタイムの7インチ、ね、もうポール・マッカートニーなんかこう絵っていうんですか、アニメっぽくなんかこう、そうですね、ポール・マッカートニーがあのサンタのコスプレをしてるんですけども、そう、はい、あのそれが着てないのね、絵に、そうそう、絵に写真に無理やり絵で描いたっていう、よく子供が落書きするパターン、そう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 、安い合成ひどいね。でもね、まあ、やっぱりこうね、ここが7インチのジャケットの面白さなんでね、うん、そうですね、あの西城秀樹さんに始まり YMC に始まりね、はいはいはい、結構雑かの雑、ね、かのジョン・レノンも結構雑な感じだったっていうねしかもなんかカップリングが赤鼻のトナカイ、そう、あのカップリング赤鼻のトナカイのレゲエバージョンの、はい、それも気になりますいやいやいや、かなりね、はい、貴重な音源をお届けしました。79年の11月にリリースされた、はい、あ、そうなんですか、ね、まだこの時ウィンクスはやってるらしいんですけれど、はい、全部自分でやっちゃったっていう、はい、ありありあり、すごいいい曲できちゃって、全部自分で、はい、独り占めしたかったのかな、一人、そうです ね、 ね、海外だとなんかあれですね、ビートルズ関係のクリスマスソングだと、はい、ハッピークリスマスよりこっちらしいですね。じゃあこっちなんだ、ワンダフルクリスマス、意外ですよね、意外だ、さすがポール・マッカートニー先生ですねまあ本当商業作家としてはもう本当一流、ね、確かに確かに、ね、一流だと思うんですよね、逃げてみようでございます、はいはい、さあそういうことで林さん今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、私 DJ ドラゴンと佐々木治と菊池林がお送りしているビートリーサボテッドバイフリード今日はアナログ特集ですよ、はい、フィックスエースさんが ね、もうためにためた、もう給料の7割から8割は全てアナログに全部アナログに込んでるんだ、あながち間違ってない、ね、間違ってない、もう本当にねすごいすごい量だよね。すごいですよね。しかもですね、まあ、LP とか、まあ、分かるかな、若い人はちょっと分かんないかもしれないけど、うん、大きいサイズのみんなが思い浮かべるレコードってのは大きいやつね、うん、いわゆる12インチサイズのものなんだけど、うん、まあえて7インチをね一発目ドーナツ版ですよこれ。めんどくさいことするよね、まあ、サイズがちっちゃくていいっていうか、まあ最近この7インチがすごいまた人気なんだよ ね、 ね、そうですね、うん、でね、だって佐々木修さんもね、ああそうですね、今年、あれ今年、はい、ね、エスケープ、そうだ、あそこ今年か、そうですね、俺エスケープ結構聞いたかも、いっぱい、本当ですか、うん、ありがとうございます、本当、うん、いい曲だったね、結構聞きましたね、結構聞いた、うん、まあそんな話はよきとしてですね、はい、さあ今日の特集こちらです、ポール・マッカートニー特集、イエーイ、もうすごいね、いや、あのこの企画立てた時に、うん、ジョン・レノン特集だったじゃないですか、はいはい、それで奇しくも12月11日にポール・マッカートニーがニューラブンが出すんですよ、おーポール・マッカートニー3っていう、おお、はい、なんでちょうどタイミングいい、タイミングいいですね、じゃあちょっと今日はそんなポール・マッカートニーをちょっとの時間ですが振り返ろうと、そうです、いうところでございますよね、まあもちろんねポール・マッカートニーとは知らない人はいないと思うんですけど、まあ、あのね、はい、ザ・ビートルズのね、そうですね、ベーシストでありソングライターであり、はい、ボーカリストであり、はい、そもそもでもギタリストなんですよね、あそうなんですね、ギターで入ってて、その時にいたベースの人が辞めちゃって、うんうん、ベースに、まだまだ器用だね、ピアノも弾きますね、ピアノもですね、ドラムも叩くんです、ドラム叩けますね、でも何でもできるんだよね、でも歌うし、何だったら逆立ちもできそうだねいらないよね、それはいらないね、それは別に関係なかった、すいません、できますよきっとね、はい、そんなですね今日はアルがどっちゃりあるわけですね、どっちゃりあります、ね、結構あるんですねこうやって見ると、これね今日何枚もこっちにいただいても、ね、これまだちょっと一部なんです、割と選んできてます、あのメジャーところというか分かりやすいところですね、10枚ぐらいあるね、持ってきてるけど、すごいな、うわこれでもね知らない曲ないわ、ね、意外とここ知ってるっていうね、はあ、い、これ7インチもあったんだみたいな、はい、これもあんの幸せのノック、いいね、そうウィングスの時代とかね、まあ、ビートルズからウィングスやって、ね、あとソロの、ね、うん、はい、作品と今日はもう本当にギリギリ交じりで来てるんで、はい、今日この中から、まあ、ちょっと佐々木さんがチョイスしたものと、ね、も林さんがチョイスしたものと、はい、僕がチョイスしたものなどなどおかけしていこうかなと思うんですけど、はい、これ難しいね、難しいですね、うん、僕はもう決まってます、これ、あ、そうなんですか、じゃん、これはでも初っ端には向いてないんです、はい、これあのコンサートでもコンサートでも後半に出てくるんで、これはでまあかけるの後でいいとしましょう、そうですね、これはですね僕が選んだのはこちらです、あの007 の、 あの死ぬのはやつらだというですね、これ何年公開の映画だろうかな、結構まあもうだいぶ古い映画なんですけど、
ちょうどねショーン・コネリーさんも亡くなっちゃったんですけど、うん、残念ながらショーン・コネリーじゃないんです。あ、じゃないの、ね、死ぬのは奴らはね違う、これは違う方なんですが、その007の、まあ、主題歌をポール・マカートニーさんとあとウィングスでね手掛けた、これがね、はい、東京ドーム、僕ポール・マカートニーさんのねコンサート行った時に、はい、ラストにやるわけ、もうラストにかかってきてこっくるーらこっから上げてくぞみたいなとこでかけるともう火柱とかがバッカーンとかがあってテデデンテデデンみたいなさ、すんごいんですよね効果が、うん、そう震える、俺もそれ見てああ来た来ちゃったよーって、もうだってもう美味しいとこ全部やるからねと、はい、いうことで僕はこの死ぬのはやつらだを選びました、はい、では佐々木さん、いや僕はもう難しいビートルズ時代のものがいいんですけど、でもこれ気になりますよね、これコラボね、コラボもやってましたよね、マイケル・ジャクソンとのコラボ、ね、コラボはさマイケルもそうだし、あと美味しいところにやるよ ね、うん、そうですね、あとあれでしょスティービー・ワンダー、スティービー・ワンダー、ねえ、はい、早かったんじゃない、こういうビッグアーティストがさ、ね、そうですね、コラボするってさ、うん、今でこそ別に珍しくないけどさ、割とポール・マッカートニーってなんか、はい、ミーハーというか割と旬の人と絡みたがりますね、話題作りっていうかね、根本的にまあいやでも、はい、ねこうやる側もやりたいもんね、そうですよね、可能ボールに声かけられたらね、もうやらないわけにいかないですもんね、やるよね、はい、でまさかこの数年数十年後にこの二人が争うことになるとは、うん、あそうなんですか、マイケル・ジャクソンがビートルズの版権を全部買っちゃって、うん、それにポールが抗議して訴訟するっていうこんな仲良さそうにこう笑顔で、はい、愛だったね、マイケル的にはビートルズ愛だった、ね、愛せしなきゃっていうね、そう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 いうことになった、誰か違う人に買われたら大変だからみたいな、なるほど、僕がっていうことだったんでしょ、ね、はい、これ僕はこれと思いますね、これも名曲だよね、いいですね、オープンちゃいますか、はい、はい、じゃあそして林さんは、そうですね、うん、あのウィングスとか行きたいところではあるんですけど、はい、うん、ただやっぱりちょっとポールのメロディーメーカー的なところを一つ、うんうん、皆さんちょっと反則なんですけどビートルズ時代の曲を、あ、いいですね、はい、まあ、王道な、ロング・アンザ・ワインディング・ロード、あーいいですね、この曲、まあ、これめっちゃいい曲、やっぱりちょっとレッド・イット・ビーのアルバムに入ってるやつなんですけど、はいはい、これでも、ね、名曲ですね、未だに、ね、ライブで普通に演奏して歌ってるという、ね、これはねジャケットも非常にいいですよ、フォントも凝っててね、うん、すごくちょっとなんか ね、ちゃんと作ったちゃんと作ってデザイナーが入ってるしっかりとしたこれはねいいね、はい、作品としてとてもいい作品だと、そうですね、はい、まあ、これはいいな、じゃあこれいきますか、はい、じゃあそんな感じでですね、はい、今日はですねポール・マッカートニー曲をですね、はい、お届けしていきたいと思います、はい、順番としてはどういこうかな、これこれじゃあ、まあ、林さんの曲行って、そうですね、それで、はい、じゃあね、じゃあマイケル、マイケル行って、はい、僕が死のやつで、はい、じゃじゃんでいこうか、はい、ではまずじゃあ曲紹介よろしくお願いします、はい、じゃあザ・ビートルズでロング&ワインディングロードです、はい、お送りしたザ・ビートルズでロング&ワインディングロードでした、続いてはですね佐々木さんがチョイスした、はい、素晴らしい、ね、ね、これ聞いてみましょう、はい、マイケル・ジャクソン、ポール・マッカートニー、ザ・ガール・イズ・マイン、since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine.She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.So come and go with me.
this time. I know she'd share you with the one for her. Cause she said, I blow her mind, the girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. I'm not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. Yeah, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. ということでですね、こちらお送りしたのは佐々木さんがチョイスしましたマイケル・ジャクソン、ポール・マッカートニーで The Girl Is Mine でした。素晴らしいね。素晴らしい。これビデオも可愛いね。やっぱマイケル、はい、輝いてんね。ね、眩しいよこれね。このジャケットもマイケルの存在感が半端ないですね。そうですね、はい、さあということでですね、はい、最後私は締めさせていただきますけれども、はい、はい、やっぱりね、僕はね本当にね、あの007好きなんですよね、うんうんうん、でまあその中でもですね、このね、ポール・マカトニーのね、やった死ぬのは奴らだ、これが好き。これはちなみにですね、はいはい、1973年公開。ボンドは、うん、あのショーン・カネリーじゃございません、うん、ロジャー・ムーアの方、はい、ロジャー・ムーアはかっこいい ね、はい、うん、ということで、お届けしましょう。ポール・マカトニー&ウィングスで死ぬのは奴らだ。 When you were young and your heart was an open bookUsed to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
お送りしたのはポール・マッカートニー&ウィングスで死ぬのは奴らだでした。はい、林さん、今日はまた皆さん持ってきてくれてありがとうございます。いやいやいや、とんでもない。ポールは一日で終わらない、終わらない。そうなんですよね。なんかあれもこれもって結構目移りしちゃって、逆になんか渋いやつが抜いてきました。アナザー、あえてね。アナザーデイとか、いい曲あるんですよね。はい。いや今日本当ポール特集で、ポールはさ、メロディー、メロディーがすごいな。すごいですよね。うん、はい、本当に素晴らしい。やっぱりその魅力だよね、ジョンのあのなんか武骨な曲の作り、はいはい、作りと、そうですね、このなんだろう、作り込まれたメロディーセンス、はい、やっぱすごいね、繊細、そうですね、はい、細かいんだろうね、絶妙ですよね、そのバランスが、はい、それがビートルズのやっぱすごさだっていうのを逆にこうね聞いて思いました、ね、はい、確かに、ね、はい、そうですね、まだまだ現役、そうですね、まだまだ現役、うん、元気ね、はい、7インチ出してほしいですね、またそうですね、出るかな、はい、ね、ポールマカトリー出したら買います、何年やってんだろうね、ポールマカトリー、いやいや、本当ですよね、確かに、すごいな、まあまあね、まあでも多くの偉大なね、うん、アーティストの一人でも今なおね、いろんなところに影響を与え続けてるという、はい、ポールマカトリーさんの、ね、はい、今日貴重なアナログをお持ちいただきました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。クラブ DJ、MC、モデル、タレントなどをキャスティングしてます。オーディションやスクールに興味のあるあなたは F ファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか。ビートリーサポーテッドバイルイド、ビートリーサポーテッドバイルイド、DJ ドラゴンと佐々木雄さんがお送りしてきました。ビートリーサポーテッドバイルイド。はい、今日はですね、月に一度のアナログ特集ということでお届けしました。はい、で先月ね、あの、はい、ちょうどジョン・レノンをね、うん、やりましたんで、今月はなんとポール・マッカートニーということで連鎖したね。こっからどこ行くんだね。ね、早さん。そうですね。どうしよう。来月は12月だよ。12月ですね。クリスマスじゃない。クリスマスですね。ある。ありますよ。クリスマスあります、あります、クリスマスのいろいろあります、あります。結構かけた、あれクワタバンドとかもかけた、そうですね、ありますね、かけたかな、あ、でもあるよね、あります、あります、あ、じゃあ林さんセレクトクリスマス特集、特集、あ、いいね、楽しみ、それ気になるよね、はい、なります、これはもう本当いいですよ、はい、どこ、かしこまりました、ぶっこつ楽しみです、はい、わかりました、あの、じゃあ、あの12月も一つよろしくお願いします、よろしくお願いします。さあ、番組の皆さんのメッセージリクエスト随時お待ちしております。今月のリクエストテーマはこちら、どこよりも早いクリスマスソング特集、はい、そうですね、いよいよ来週になりますよ皆さん ね、 そうですね、あなたの聞きたいクリスマスソングを送ってください、はい、そして12月のテーマはこちらです、今年一番聴いた曲、ねえ、もう振り返るにはまだちょっと早い気もするんですが、うん、もう12月なんですよ ね、 そうですからね、あっという間に今のうち振り返っておきましょう、うん、ということですね、はい、メッセージとともに番組のホームページから送ってください、はい、それでは来週はリクエスト特集ですよ、皆さんね、来週もお会いしましょう。 FMG ミートリーサポーテッドバイルイド、お相手は私 DJ ドラゴンと佐々木治でした。また来週。